シラミは、昆虫図な素学目ラミアモクに属する昆虫の、総称。全種が、血液や体液を吸う寄生生物である。かつてはシラミ目ともされた。抗議には、ワゴメのうち寄生性のものの総称。シラミアモクの他に、主に体毛や羽毛を咀嚼する、恥ラミ類が含まれるとされており、便宜上現在でも使われるが、多系統であり正式な分類群ではない。 ソワホメには他に、寄生性でないチャタテムシがいる。またソワホメ以外にも、外部寄生する小動物や動物に付着する生物に、ジラミの名が付くものがいる。昆虫では、カメムシメに3グループがあり、哺乳類に寄生する、トコジラミか、植物から吸収する、コナジラミか、同じくキジラミ浄化がある。昆虫以外では、ウオジラミ、クジラジラミ、ヤブジラミがある。以下では、 シラミアクについて述べる。現在世界中で、約選手が知られ、多くの道種があると考えられている。ハジラミ類より分化したと考えられるが、化石上の証拠はない。日本分類学会連合による日本産生物種数調査で確認されている、シラミ目のトガと基地種数は以下の通り。このうち人間に寄生するシラミは、ヒトジラミと、ケジラミサイラスプビスの2種である。 これらは半世界種で人類に寄生している種は全世界で同じこれらの種である。多くは体長が数ミリメートル以下であり、外観が半透明で入弱な印象だが、ゴムのような弾力性のある丈夫な体壁構造を持っている。体型は恥じらみ類に似るが頭部は小さく、後期は著しく変形し、下張り、打線絶。 下唇針から構成される感情の鋭い、踏ん張りとなり、それを、宿主の皮膚に突き刺して陰頭にあるポンプで吸血する。使用しない時は、後期は頭の中に引き込まれる。触覚は五節からなるが、稀には三節のものもある。一体の複眼を持つが、耐火傾向にあり、単純な一体のレンズや、受光班となる種や欠如している種もある。 胸部の三節は常に融合し、羽は退化している。足分けをつかむのに適するよう変形し、天節は一節となる。その先端には一本の爪がある。腹部は九節からなり、産卵管は退化し、二つの弁となっている。不完全変態で卵幼虫成虫となる。卵は産卵管の規定部より出される、紅葉の物質で一旦が、宿主の毛に膠着する。 ユーリマタン側には気候突起と呼ばれる通気孔のある蓋があり、幼虫はこの卵蓋から孵化する。幼虫は成虫と形がよく似ており、孵化直後より雌雄ともに吸血する。幼虫は3例を経て1から2週間ほどで成虫となる。成虫は交尾後、人じ紙で1日8から10個、一生で約100から200個程度の卵を産む。は やや少なく1日1から4個、一生で約40個程度産卵する。寿命は、ヒトジラミの成虫が約1ヶ月、ケジラミの成虫が約3週間程度である。シラミは、生理的にも、形態的にも、特定の哺乳類に、極めてよく適応しているので、宿主範囲は限定される。ある一種のシラミは特定の一種、あるいは、同族の数種の宿主に限って寄生し、 普通一つの宿主には一種の白身だけが寄生する。これは、系統の離れた宿主にしばしば容易に移行することが、知られているのみと非常に対照的である。また、白身の属はそれぞれ、哺乳類の特定の都が、またはそれに、近煙の都がと対応した寄生関係を持つので、宿主と、白身は共振化したと考えられる。なお、ラミは、コウモリ目、アリクイ目、ゾウ目。 先山公目、海牛目、クジラメの魔獣類、および炭鉱類、有体類には寄生しない。人間につくシラミ二種のうちヒトジラミは、アタマジラミパディキアラスヒューマネスヒューマネスと、コロモジラミパディキアラスヒューマネスカーポーリスノニア種に分けられる。DNA の違いから、およそ7万年前にコロモジラミが、アタマジラミから分かれたと推定されている。このことは、人類が、 その少し前の時代から衣服をまとうようになったとする説の根拠の一つに挙げられている。もう一種はケジラミで陰部に生息し、これはトガのレベルで分類を意味する。ノミとシラミは共に人間に寄生して吸血し、かゆみを与えるためによく体にして扱われる。しかし、ノミはサナギを減る完全変態の昆虫のうち、比較的原始的な尻上げ虫目に近い系統の、 昆虫から哺乳類寄生性を発達させた系統であると考えられている。それに対して、シラミはさなぎを経ない不完全変態の昆虫のうち、カメムシ目に近縁なソワゴメに属し、系統的には大いに異なる。さらに、しばしば縮主を離脱する種もあるのみには、飢餓体制が強い種が多いが、生涯を縮主体表で過ごすシラミは、通常飢餓体制を欠く。生活史として、 のみの幼虫が部屋の隅の埃りの,の中などで育つのに、対して、白身は終生を宿主上で暮らす。そのため、入浴や着替えが頻繁に行われれば、白身は暮らせなくなるが、のみは必ずしもそうはならず、生息を続ける。それで、白身は貧乏人に、のみは金持ちにつくとも言われた。ラミの語源については、白虫の天下であるという説が有力である。 古名はまたキサさ、その時代から半風詩とも呼ばれる。さらにその形から千珠観音という衣装もあったことが、横井やゆの百中プなどにも見え、第二次世界大戦後の大八世紀には、隠語風にホワイトチーチーと呼ばれた。しらみにまつわる話は、古くから見られ、古事記にはスサノーの御子が、大オナムチの人に、ハッタカの大室で、頭のしらみ取りをさせた話があり、 昔話のケ視シの中にも、ケ視が山中であった老婆の白身を取ってやって、服を授けられたと語られるものがある。古今著文集の一話や、極定和金の、花春白身道行き、花見話白身清水器などにも白身は登場する。俳句、川柳にも白身を扱った作品は、数多い。細川隆弘、亀虫の母が子に伝える強制細菌、強立出版。 2017年、131から132ページ。日本分類学会連合第1回日本産、生物種数調査、ザ・サキング・ライス・オブ・ノース・アメリカ ISBN0271003952、図節人体規制中学、ISBN45 億2517万263、ザ・サキング・ライス・オブ・ノース・アメリカ ISBN0271003952、ISBN ありがとうございます。